深海魚の竜宮使いやね。そうか、こいつが、網に引っかかるとなんか、良くないらしいけどな。そうな。知らんけど、まあなんか、まあそのままの竜宮の使いなんやけど、竜宮。なんか竜宮の使いって言われてあれやな。マールピングドラゴンのやつ。わからん。そう。マールピングドラゴンは見た？見てない。見てないの？見てないからわからん。見てないか。まあまあ、そんな堂々と竜宮の使いが大きく関わってくるわけちゃうねんけど、うん、まあ、物語に大きく関わってくるなんか日記帳から、それのな、表紙に竜宮の使いが描かれてるっていうね。雪テリン日記。で、なに？いや、わ、雪テリン日記では分からへん。まあ、ネタがちょっと俺も古いな。未来日記のこと言ってたよ。あ、未来、前の大事なやつか。ヤンデレもヤンデレもええところやんな。確かにヤンデレ。よいしょ。ヤンデレ少女が好きなよ。全然。違う。うん。ヤンデレはちょっと勘弁やな。そうなんや。ヤンデレ少女好きなのかと思った。ヤンデレ少女じゃなくて、もうヤンデレ少女が好きなの。いや、不健康な女子は嫌や。と言いつつも俺が不健康やけどな。確かに。お前が言うなしって言われて。うん、ほんまそうやで。琴ノ葉様が懐かしいわ。琴ノ葉様はヤンデレじゃないや。別にその最初からなんちゃら普通の子やったけど、ヤンダだけの話や。デレとか別に普通に最初から可愛らしかった。なんかあれ海外でもなんか伝説になってるらしいな、あれ、あのアニメ。そうなの、うん。まあそれは分からんけどさ。まあ、あの当時としては、まあ、斬新やったからな。あれ、別に、なんやろな、検索してたら、わかるからさ、この後何を来るのかみたいな。内容が知りたい方は、ぜひとも検索するか、本、製品を買ってくださいと。一時流行ったな、あの時期って、日暮らしかないかと株出たからさ、ナイスボート、ナイスボートの連発やった。ネタバレするなこと言うな、お前。ナイスボート連続やった。ほんまになんであれ総理大臣から舐めつけたんやろな。清浦とかまず出てこへんやん、普通。なんでやねんって感じある。普通、高橋やろ、いいやん。伊藤は使っとったけど。大事か？違うわ。伊藤誠やあれ、確か名前が。確か信号の名前。清浦とか、お前。朝鮮、バリバリの朝鮮大学やん、お前。まあ、スクイーツは一番好きなキャラは琴ノ葉やったけどな。うん、俺も琴ノ葉や。カズラ琴ノ葉や。ほんまに、あれはな、許されへんね、ほんまに。誠はな。誠は許されへんな。おう。つか、まあ、西園寺の名前が世界って、なんか、もうキラキラネームすぎて、ちょっと、個人的にはな、良くないわ。もうちょっとは普通の名前つけてほしかった。お前も名前、世界とかの方が良かったっけ？ザ・ワールドとか言われた。田中ザ・ワールドみたいな名前が良かったか、お前。そういう感じの。俺は、世代が古いから、なるほどって言いたくなるわ。
めっちゃ強そうじゃない？ワールドな。めっちゃ強そうやろ。ザ・ワールドくんみたいな。うん、まあ、それ、いじめやしな。なんか、あだ名っていうか、その、なんやろな。デュエル、あだ。めっちゃ強そうや。いじめやし、そんな名前の付け方は。ほんま。例えばよ、ドットハックのゲームの名前なんて名前だったっけ？ドタクサイン。サインの名前。サインのあのゲームの名前。ドタク。ん？そんな名前やったっけ？ザ・ワールドっていう名前なかったっけ？あれ確か。そのゲームの中 の, そ の, あのゲームはザ・ワールドやな。ドタクのゲームの名前っていうか、ドタクはのゲームはドタクやろ。ああ、だから、あの、ザ・ワールド？ザ・ワールドやな、確かな。なんか聞いたことある名前やなと思って。ドットハックはまあ、好きやけどな、うん、作品は。あの、オープニング大好きやったわ。どっちのやつ？古いやつ？一番古いやつ。ああ。なずかさんが、なんまだ新人やったもんな。懐かしいわ。まだリーネちゃんをやる演じる前の声やっていうのはね、非常に素晴らしいですね。ポイント高いですね。何の話やね、ほんまに。あれ入らへん。家でさ、うん、VHS のビデオを漁ってたらさ、うん、ヘンベイとか出てきたね。お化けのホーリーとか。めっちゃ古いよ。うん、それの今言ったタイトルを知ってる人がおったらな、うん、年齢詐称してるなと個人的には思うんやけど、60くらいかもしれん。その可能性もなくしはらず。お前せっかく話を続けようと思ったのに、まあ、腰の骨を折るようなこと言うなんでや。いや、なんで詐称してるんやろ。みんな知ってるかもしれん。あ、してるしてる、年齢80やからみたいなやつおるかもしれへんけど。お前、せっかく話続けようと思ったのに、まだ腰が折れてしまって。まだそんな、そこから続くようなしょうもない話あった。ある。しょうもない。それで分かるような、そのリトマス試験紙的なやつをちょっと古今東西で出していこうか。リトマス試験紙、お前いつも鼻突っ込んでたやん。いや、突っ込んでへんわ。違った。誤解を。あの実験があるために俺鼻だかな、酸性かな、何が何性かなとか言って鼻が突っ込んでたから。なんで？いやそっからやな、これで年齢がわかるなっていうリトマス試験的なそういうようなものってなんかないかなっていう話をしようと思った時にお前が腰の骨折ったね。なんでやね、腰の骨、じゃあ次首の骨折ったるやんか。いや、そういう問題だね。違うの？違うわ。リトマス試験しては懐かしいんだろ。2回の実験とかで使ってん、うん、ほとんど意味ないけどな。
なんか何あの、摩擦かなんかの実験でさ、うん、台車かなんかあるやん。でかい荷物運んだりするような台車。あごにさ、人が乗ってビューンって動かして、急に止めたらほら、動くならへん。あるある。あれをさ、俺やらされたっていうのがあってんけどな。授業に普通に遅れててな。うん。まあ、遅れてきたからこの役やとか言って、なんか理科の先生に言われて、うん、台車みたいなやつ上に乗って、こう先生がビューンって動かして、いきなりピンって止めたらそら、と、あれやん。ああ、勢いやな。うん。こけるやつあるやんか。うん、俺一切こけへんかってな。お前の体はどうなってるんやって言われたことあるよ。お前なんでそうやって話折るねん。そういうことがあったなと思って、懐かしい思い出して。あの台車の上になってさ、先生必死に押してさ、ピタンって止まんねん。これは全然台車から一歩も動かへんっていうな、ことを永遠繰り返して、ああ、無理やわってな、諦めよった。途中で。だからお前せっかくな、あの、人がネタ振ってんのにやな。そういう止めるようなことしたらあかんがな。何のネタがあるねん、そっから。ほんのおもろいネタあるか、お前。だから、リトマス試験士の話を今から永遠と話しようかと思って。永遠と話すの分かった。永遠と話してくれ、リトマス試験士の。そんな話す内容あるのかもしれないけど。リトマス試験士っていうのは比喩や、あくまでも。これで年齢がバレるなっていう話をしよう。なんでバレんねん。バレる可能性あるやんか。何歳以上やなっていうのは分かるかもしれない。マジか、お前、そんなこと言い出したら、俺だって昔、プラモヤかなんかあった時に言ってたやろ。なんか、ウニ来てた、なんか、勇者英雄伝渡るかなんかのプラモデルに来てて、俺が、あ、懐かしいなーって言ったら、お前一体何歳やねんって小学生の時に言われたっていうな。お前ね、年齢偽ってるやろ、みたいな。お前10歳ぐらい上ちゃうか、みたいな。言われたっていうことはあったけど。いやいや、レンタルで借りて、昔に借りて見てたから懐かしいなって言っただけないけどな。うん、そういう事件があったりや。そんな、年齢詐称にもなった。いや、渡るはな、さすがに古いからな。そう、勇者英雄伝渡るもな、プラモデルを売りに来とったりするけど、うわ、懐かしいなーって。思うやん。まあ、見てる人間からすれば。昔見てたからさ、子供ちっちゃい頃ね。だから、ああ、懐かしいな、っつったら。お前一体何歳やねん。10歳ぐらいサバ読んでん。10歳。っていうな、まあそういう事件もありよ。あれカー君の実験とかな、結構付き合ってくるな。なんか、解剖してへんかった昔。腹切りか？ああ。カエルの腹切り。うん。お前の歯だけなかったから、お前の腹切ってたん違った？いや、俺は、解剖される悪い、そういうようなことしてへんぞ。あ、マジで？ついでにショッカーかなんかね改造人間にしてもらってよかったんじゃないの？それ、まあ、ミスター、G と混ぜちまった、つって。テラフォーマーの完成や。それなぁ、ゴキブリネタはなぁ、タイのなぁ、仮面ライダーではあるわ。あ、そうなん、めっちゃ強いやん。強いはずやったし。めっちゃ強いやん。めっちゃ強いやんけ、お前。バッタなんかよりも全然強いと俺は思うんやけどな、あれ。G や。タイの、だから、ちゃんと許可もらってない仮面ライダーがそうやったと思う。あ、マジな、そうなん。いや、だってさ、G、ってさ、リアルサイズになったらめっちゃ速いやんか。200キロぐらいで動く言うやんか。いや、500キロぐらい。めっちゃ速いやんか。とりあえず速い。速いやん。で、壁生えるやんか。言うたら壁走れるってことやろ。で、飛べるやろ。まあ、完璧にバッタより強いと思わへん。もう、ゴキブリが飛ぶという話はすんな、もう。俺、飛んでるゴキブリを見差しで見たんやん。あ、そうな。俺の方に寄ってきよんねん。だうわー言って俺、走って逃げた。しかも、速いねん、あいつら飛ぶのが。まあ確かに、いや、まあ確かに、いや、強いやろ、だから G、普通に、多分な、合体して改造人間したら、なんであいつら合体させへんかったやろ。まあ、商品として売れへんやん。いや、まあ、いや、敵とかで、普通に強いと思うんやけど。いや、悪夢やん。いや、だから敵やったら悪夢でいいやんけ。いや、まあな。うん。やろ。テラフォーマーがあれやから絶望すんやろ。気持ち悪いから。まあな。お前、あれがさ、可愛いサンリオのキャラクターやったら倒そうときなくなるやろ、お前。まあ。わざわざ派生まで行って、まあ、これは確保して帰るしかねえな、地球で、つって。増やすしかねえなってなるやろ。サンリオのキャラクターやとかやったら、でもつい、たまたまな、今日は某家電量販店でやな、サンリオのな、うん、この時期の限定グッズやと思うんやけど、売ってやったから、つい欲しくなって買おうと思ってしまった。え、そんなサンリオの試験やると思うんだ。え、まず、ケロッピーに、ハンギョジンに。ハンギョジン？
中尾さんがやってる。半魚人。うん。こないだっけ。魚みたいなやつ。そうなん。ああ、なんかいたっけ。うん。それが好きなの。うん、あの中尾さんのあのキャラクターは結構好きやったかな。そうなの、うん、だフリーザ様の声のあのやってる。キティが好きなわけじゃないんだな。キティは俺はあんま好きじゃない。ダニエル君もあんま好きじゃない。俺はケロッピーが好きだ。もしくはあの田中真由美さんがやってるタヌキおったやろ。でもお前カエル好きなくせにいろいろやっとったやん。え？リアルの方の。リアルのカエル？何しとったかな。いやいやもういろいろやってたやろ。ああ昔はそら3、40匹捕まえたりしたけど。親父がそれ、いや、カエル使ってめちゃくちゃやっとったよ。どちらかというと。そうなの、前じゃねえ。うん、俺じゃない、俺じゃない。そうなの。親父はカエルを地面に叩きつけて気絶させて、それで腹、あの、ケシから皮むいて、それで、ザリガニの餌にしとったよ。残酷すぎる。いや、地面に投げつけて、季節さして皮むくって、その発想は俺もうなかったからな。まだ季節してるだけやん。まだ季節してるだけいいんちゃう。まあ、季節してるだけな。俺はカエルは殺さへん。いただくで。いや、フリスビーにして遊ぶだけや。あ、大丈夫、ちゃんと投げるときはちゃんとあの田んぼの水辺にポンと投げつけたから。ちゃんとフリスビーみたいに平行移動させたから大丈夫や。地面には投げつけてない。平行って落ちてってるやろ。いやでも着地できるはずやで、あいつらは。着地はできるかもしれない。親父は叩きつけとったからな。確かに。叩きつけてね。叩きつけてあのザリガニのザリガニ釣りのザリガニのあの餌にしとったから。親父はなかなか凶悪やつ。あとは爆竹加えさせて吹っ飛ばさせたりとか、そんなんやっとったらしいから。今やったらもうないけど。うん。さすがにあの、親父ほどひどいことは俺して。さすがにそんなことやるといいんやろ、今。なかなか。いやー、親父も、今はせえへん言っとったんや。なんであの頃あんなことしてたんやとは思っとったんや。普通ザリガニ釣り言うたらスルメ使うやんか。そうや。スルメがなんか手に入らへんかったからとか言って、それでザリガニ用使う。あ、ザリガニじゃないの。カエル用使っとったんやとった。ザリガニどうすんの？知らん。食べんの？地面投げつけてたんちゃうの？ザリガニも？うん。親父はそういうやつやから。意味やからね。まあ生き物がおもちゃやったからな、親父の頃は。この時期も俺もようセミ捕まえてたからな。食べよう。食べへん食べへん食べへん、絶対食べへん。
まあ、言葉悪いけど、おもちゃにしてたようなもんやな、あれは。まあ、子供やからよ。うん。まあ、動機はまず、うるさいからな、あいつらは。まあ、捕まえる言うても、捕まえる量が半端やなかったからな、俺の場合は。昔はいっぱい捕まえてたね、虫かごいっぱいに。いや、虫かご、いっぱいどころか、100単位で捕まえとったからな。おんねん、そういう、そういう、なんつうのか、穴場みたいなところがあったんや。そこやったら、なんぼでも捕まえることができてん。やばいな。それやのに、油ゼミがほとんどおらなくてな。ほとんど熊ゼミやったからな。まあ、俺もセミには悪いことしたと思う。まあ、ゴキブリは、まあ、人権じゃないわ。中権か。ない。容赦なしって。うん、容赦なしな。あいつらはやられるために。勝手に人の部屋の中上がってくるしな。じゃあお前の部屋入ってこれ邪魔しますって入ってくるように伝えとくか。お前に挨拶してからな。いやだから入ってくんないよねだから。許可してないから、そもそも。確かに。一匹いたら必ず、見つけたら目に入ったら必ずやるから、いっぱいおるじゃん。一匹あったら何匹おる？ 20 匹か30匹おるよね。いや、だいたい100ぐらい。そうなの。うん。下水の中おるから。やべえな。さすがやな。下水の中に巣を作って、で、餌を探しに上がってくるって感じ。お前言うやろ、腐った僕の頭を食べないよ、つって。腐ってたら、俺ゾンビ状態になってるはずや。ゾンビやったらサンカレアぐらい可愛らしいゾンビになってくるよ。ネタが古いな。いや、ネタが古い。まあ、伝わる人には伝わるはずやから、いい。サンカレア。懐かしいな。あれ、これ誰やったっけ？内田さん違ったっけ？え？内田さん違ったっけ？内田さんやったっけ？え、違った。サンカレアってそう違ったっけ？あんまなサンカレア見てない。見たけど、そのなんちゅうの、あんま何回も見てへんからな。あんまイメージないんやけど。10年以上前の値段やあれ、確か。そんな前やったっけ？それぐらい前やろ。そんな前やったよ。え、違った。そんな前ちゃうやろ。じゃあ5年ぐらい前か。そう。2012年。やっぱ10年前やった。そんな前やった。うん、地震が、東日本で地震あったやんか。その次ぐらいやったと思うよ、確か。っていう記憶が俺の中にあったから。2012年4月から。やってたっぽいな。マンクールやったよな。やっぱそうやん、内田さんやん。さすがやな、俺の曲。自画自賛、知らんけど。内田したん何？え？内田さん。内田さんってお前の大好き内田さんやろ。いっぱいおるけど、みたいな。うん、いっぱいおるけど。グリザイアの子な。ファントムトリガー。内田マーヤス。あ、はいはい。そこまで言ったら名前が、名前じゃない、声が出てきた、頭の中で。再生されるまでに時間かかるみたいな。いや、名字だけじゃ、最近ちょっと、出てこない時あるから。例えば、大山、じゃあ、大山だけの名前じゃ分からへんね。やっぱ、信代さんってちゃんとつけてくれないと。マスターさん。声優ちゃうよね。
それ、そっち側、お前格闘家や。笑ってまうやん、もう笑ってまうやん、ほんま。喧嘩打ったらボコボコにされるやん。多分お前ら負けるな。いや、負けるじゃなくて、肉片くんになってまうから。大丈夫、お前ら。その後のセリフは、死んだらどうするって浮き上がってくるんやろ。ゾンビやんか。完全にゾンビやんか、お前。7回転んで8度起きとかそんなんできへんからな。はい、お前の朝のことか。7度寝。いや、7度寝はないけども、5度寝はあるな、確かに。やばすぎや。マジ引くわ、テレビで。なんでやねん。違う、5度とかないやろ。ありへん。あるやろ。ないわ。5度寝はあるぞ。一回目覚ましなったら起きるんじゃん。俺ね、寝つきが悪いからな、いつも。寝つきが悪い？ね、うん。なかなか寝られへん人間やから、疲れてても。疲れたら寝るやん。いやー、そんなことないで。疲れてたら寝れへんの？疲れてても疲れすぎて目が冴える時とかあるやろ。ぶっ倒れるぐらい疲れたら寝るやろ。ぶっ倒れるやん。いやー、半々ぐらいやな、俺の場合。そういうか64ぐらいやな。任天堂？ハードは古いね。お前の最新機種持ってへんわ。64持ってへんの？持ってない、持ってない。そうやな、持ってなかったっけ。持ってたような気がしたけど、持ってなかったっけ。ゲームキューブはあるけど。あ、そうか、64ないんや。独特のな、コントローラー嫌いじゃなかったで、俺は。いや、64はあんまり。カクカクした方向キーみたいな。あんまり、俺は、ソフトがなかったから、俺の中ではな。なんか、マリオとかのイメージしかないんやけど。そう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 。あ、そうなんや。持ってなかったっけ？うん。で、ファミコンとスーファミはある。ファミコンとスーファミ、うん、ああ。うん、自分のゲームはクソほど難しかったけど。任天堂ってさ、何だったっけ、その次何や、キューブの次、ウィー？ウィー。ウィー。ウィーで、次はスイッチ。か、うん。その次出てへんやな、まだ。出てない。まあ、スイッチは今は最新。最新やもんな。うん、ウィーでスイッチなんやな。そうか、スイッチか。スイッチってあれなんな。家庭用元気なんやろ。なんか持ち歩けるような人もいるやん。めっちゃでかいけど。両方やね。両方いけるんや、うん、だっけ。持ってる友達の話によると、それで DS が生産をなんか終了したようなこと言っとったやん、ね。それはいいやろ。やってへんやし。DS 早く買わなあかんやな。持ってない。買ったの。持ってない、持ってない。ゲームボーイアドバンスはあるけど。アドバンス、はいはいはい。横のやつな。うん、あれで桃鉄やっとったわ。PSP はやったっけ？ PSP？ ポータブルな。ポータブル持ってない。あれも早買わなあかんや。ビーターでも買ったやろ？ビーターお前から買った、うん。何もやってへんの？ツリーばっかりやな。俺、据え置きのゲームでやること多かったから、昔から。携帯ゲームは、本気であった携帯ゲームはもちろんゲームボーイとゲームアドバンスと、ワンダースワンから。ワンダースワンからじゃない。ワンダースワンからやと。モノクロの。ワンダースワンって知らん人多いやろな、今。ワンダースワンってポケモンなかったもんな。あれ、バンダイあれ出してたの。だから、ポケモンがあったらみんなわかるやろかな、似てるのはな。あんまなんかイメージないんやけど。何があったっけ、ね、ポケモンみたいなあったっけ、デジモンとか。デジモン。デジモンじゃなかった。なんなんやろな、あれは。メダロットとか違うな。
メダロットはないな。俺が買ったんは、チョコボな不思議なダンジョンとか、ワンとか。あれでプレイステーションじゃない？ちゃうで。プレイステーション以外にもあったで。うん。それを外でできるなんてって、それでウキウキして買ったんや。そう。なんやろな、チョコボな不思議なダンジョンは結構やり込んだけど、2はなんか、そんな言うてやってなかった。2はやり込んだな、俺は。2はそんなやってない。ワンだけやったらやったの。2はやり込んだぞ、俺は。ちゃんと死神も倒したで。宝の番人だけやけどな、倒したんだ。いや、命の番人とか、お前、無理やし、あんな。それよりも、お前、2の死神、はよ出すぎやね、指導団の、その。はあ、そうし。うん。なんていうかな、あんまやってないな。どっちかっていうと、レーシングやってたもんな。レーシングやろ、お前。レーシング好きやったけどな、チョコレーシング。なんか新しいの出るして結局頓挫したけど、うん。めっちゃ期待しててんけどな、チョコレーシング。ミシディアのコースが好きやったわ。全コーナーをさ、スピンダッシュっていうか、やろうかなっていうようなことをやってたような気する。わかる？スピンダッシュっていうか、スピンターボか。うん。わかる。一応俺もやり込んでたから。スピン中にダッシュっていうか、そのアクセル踏んだらダッシュかかるってやつだ。うん、あれで全コーナー回ってやろうって言って、なんかやってたわ。しょうもないこと。俺そんな、アホみたいにそんな、みんなできへんこと、せえへん。全コーナースピーターボっていうか、あれで回って。あれ結局あれ、方向感覚失ったやん。カン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 されるだけやん。いやあれをこう全コーナーでやってやろうってやってたわ。無理やん。いや不可能はないやろ。極めろ。まあ個人的に白馬ちゃんとか言ってた気がするような気がする、俺は。一番好きなのはハムだけどな。いや、白馬ちゃんやろ。白馬ちゃんやろ、お前。何やねん。お前みたいに変態だちゃう。まあ、バームートはな、確かに、あれ、グリップで回りきられへんからな。はい、めっちゃ。その代わり早い、確かに。グリップ。あれがいいよね、あの速さが。俺はあの速さが好きね。グリップは効かへんけども、確かに速かったな。でも若干立ち上がり遅い気がする。うん、遅いな。最高速に到達するまでの若干なんか立ち上がり遅いようなイメージだったけどな、そこ。ゆっくり伸びてって最高速になったらめっちゃ速いみたい。まあでも何だかね、クラウドじゃないわ。クラウド見たけど。うん、クラウド見たけど。あ、スコールやせや。スコールなんてお前、どんだけひどかったか、お前、立ち上がりが。むっちゃ遅いやん、あいつ。めっちゃ速いやつなかったっけ、インビシブルやったっけ。うん、インビシビルだったと思う。飛行機。そうそう、めっちゃ速いやつだ。ありえへんぐらい速いやつだ。速すぎてわけわからないやつだ。ダッシュする方が遅い。意味がわかん。なんかわけわからんぐらい速いやつだ。ダッシュの方が遅いってどういうことやねん。でもまあ、あとはまあサボテンダーが好きやったけどな。うん、あ、いたな。走るとなんか変な音しんかった。ギュ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 みたいな。なんかそんな音なったっけ。なんかだってでも言えずんよな。あんま使ってないか分からへん。まあ、使い勝手悪いからな、あれはな。大概バフムートずっと使ってたからな。バフムートか。うん。バフムートが一番好きやったからな、キャラ。中ではな。レーシングでは。あと何やろな、まあ、バフムートかな、やっぱな、中でって。ベヒーモズやろ、お前の場合、あと。好きなのは。ベヒモスが使ってないし。あ、そうなの、うん、全然使ってない。ガンガンに使ってるもんやと思ってた。バハムとかチョコボぐらいしか使ってない。まあ、チョコボが一番使いやすいからな、長い言いながら。ほんま、羽ばたきとか何の意味があるんやろと思うわ。飛んでた意味ないし。
天風ワンチャン回避できるやろ、地面の。いやあれはなモーグルのあれはほんま使えな、何のためにあるんやと思って、シロマちゃん使ったら意味ないしと思ったけど。それ飛んでるキャラ使ったらいいんだよ。まあ俺はあのチョコボレーシングでお前にはいつもコテンパにされとったからな。まあまあ。なんていうかな、チョコボレーシングに限らずさ、いろんなゲームあるやん。うん、あんまステータス振ったりするゲームとかってやってへんやんな。オンラインゲームとかしてへんから。してないな。自分でほらステータスにポイント振ったりとかで自分の、なんちゅうの、独自のキャラ作れたりするやん。うん。オンラインゲームって。わ、うん、かる？わかる。あれさ、特徴出るやん。攻撃力上げたい人とか、速度上げたい人とか。うん。前言ったら、あの、めぐみみたいに魔力感振りする人とかさ。うん、俺なんかこう、全体的に振りたいねんな。基本。いや、わかるけど、俺もそういうタッチやけど。オールフラットにしたいねん。うん。それはわかる。うん。だからな、そういう感じやねん。なんか、一点特化型よりオールフラットにしたい人やから。それはわかる。なんやろな。面白みがないキャラって言われるか、それまでないけど。いや、俺もそうやから、心配せんで。うん、俺もあの全体的にバランスよく上げていこう。うん。オールフラットで、なんちゅうかな。ドットハックやったら、あの、長谷尾のマルチウェポンみたいなキャラクターが好きかな。わからん。え、マルチウェポンがわからんってこと？忘れた。いや、あの、まあ、普通のさ、あの、キャラクター選択する、例えば、長谷尾やったっけ、うん、長谷尾じゃない、長谷尾じゃない、あの最初のキャラクター、カイト。や、安彦？いや、まあ、カイトな。カイト、カイトな。カイトやったら双剣やんか。うん。オルガとかやったら体剣やんか。うん。違ったっけ、体剣、双剣とか、その、魔法やったら杖みたいな感じのさ、決まってるやん、武器が。うん。じゃあ、どっからどう見ても最初から最後まで双剣やったら双剣キャラやん。まあな。でも、長谷尾のキャラクターってさ、マルチウェポンやからさ、双剣使えたり、体剣使えたり、大釜使えたり、するやん。銃とか言ってたけど、最後。武器変えれるやん。まあな。ああいうキャラが。いや、まあ、それでも、まあ、ええんやけども、まあ、俺は、ああ、後方部隊でのんびりとやりたい人間やったからな。まあ、もうあの魔法で、あ、みんな頑張ってとか言ってたのに。お前殴り、マジなんやろ、全身に突っ込ますぞ。後編みたいにヒーヒーながら魔法使わせるしな、最前線。物理攻撃もやらなあかんのかみたいなな。俺魔法使いやのに。俺は魔法使いやのにとか言いながら殴ってるみたいな。そんな感じ。どんな感じやね。いや、お前やったら。お前が魔法使いだろ、もう完全に前線に送り込むからな、俺。ひどい人や。なんでやねん。当たり前やろ。ハイト幻想とグリグマル。ハイト幻想のグリグマル。見たことある？あ、ゴブリンの話か。あ、そうそうそう、ゴブリン、うん、ゴブリンスレイヤーな。ゴブリンバカ倒してるってやつな、主人公たちが。で、まあヒールかなが使える僧侶が真っ先に敵に狙われやすいっていう話で、うん、リアルやな。いや、まあリアルなんやけど、うん、リアルなんやけど、俺やったら僧侶20人パーティーとかで殴り込むかなみたいな。誰かやられても、それ使い復してる間に他のやつがこう前線を保てばいいや、みたいな。ある意味それ強いんじゃないのって思うけどな。なかなかそんなパーティーないけど。それか、あの、僧侶と言いつつアンデルセン20人連れていくから。あれ、僧侶ちゃうやん。ヒールなんていりません。全員前線に突っ込んでいきます、みたいな。守り不要、みたいな。その中にお前こうやってやるやんな、と。いや、絶対ええわ。アンデルセン20人パーティーの中にポツンと入れたりやき。若本さんだって、お前。お前は、あの、規制上げながら敵突っ込んでいたやん。ブエーとか言いながら、突っ込まなあかんやん。なんで吸血鬼と俺がやり合わなあかんの。ゴブリンやけど、ハイト幻想グリーン。
あれ、何冊かかったけどまだ読んでないな。あ、そうなんや、うん。いや、興味はあったから。いや、お前にだいぶ前に紹介されてさ、うん、読もうかなと思って買ってたんやけども、俺も他にも見たいやつがまたいつの間か増えたから。いや、見た方がいいで、ハイトキンソン見るから。あれは面白いけど。あれは面白いと思う。面白い。ね、かなりリアルかな。今まで普通に前だ普通のロールプレイングゲームやったらゴブリンとかザコケないけどさ、普通に戦ったらゴブリンって強くねっていう感じが、うん、普通に確かに強いと思うよ。ゴブリン倒すのにしたら、ゴブリン1体こっち5人で命がけで戦ってギリギリ勝てるみたいなところからスタートする。普通はそういうもんや。でも実際にな、普通にそういうもんやと思う。まあ俺やったら戦わへんよな。俺は身長勇者みたいな、レベル99ぐらいになってからゴブリンを掘りに行く。ゴブリンですら弱いやつですらそんなんやねんから、まあゴブリンどうつきに行くかなしゃあない。もう永遠なんちゅうの、なんかスライムみたいなやつを借り続ける。300年経ってましたってやつか。あ、そう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 。マジでそんな感じ。じゃあ、あのさ、設定がよくわからん。あ、もしかしてもう完成？いや、まだ。なんちゅうかさ、スライム倒して300年はさ、一応スライムぶっ倒してても経験値溜まっていくやんか。うん、で、レベルマックスになってましたって話やろ。うん、でも、ハイトゲーソングリーンが売れて、ずっとスライム倒してて、経験値っていうシステムなんかが怪しいって話。強くって、ゴブリンをいくら何千体何億体倒したところで、もしかしたらコボルトに負ける可能性があるみたいな。うん。わかる。レベルシステムじゃないんやな。多分レベルシステムじゃないんじゃないかなっていう気がする。だから俺らと同じみたいな。うん。俺らがいくらさ、スライム倒してても、スライムは倒せるかもしれへんけど、ゴブリン倒せへんやろ、みたいな。うん。っていう事態になりかねへんよなっていう気がする。あの世界観は。レベルとかのシステムやったらさ、永遠スライム買ったらええやん。俺はそう思う。レベルシステムではないとは思うけどな。レベルじゃない気づねえな、あれ。俺もチラッとは読んでみたけども。レベルじゃない。ゴブスレもあれ、レベルシステムじゃないやろ。そうそう、だから、普通にさ、勇者とかのパーティーが戦ってるところにゴブスレさん連れてったら多分やられるやん。やられる。勇者パーティーが倒しましたみたいなところにゴブスレさん連れてったら多分瞬殺されてくると思うんやけど、そういうことじゃないやん、あれ。多分な、レベルシステムじゃないやろ。まあ、勇者さん、ゴブリのことはモンスターと最初間違って攻撃しとったけどな。はい、完成。めっちゃでかいし、これ。でかいな、竜軍の使い。うん、